久保さん、オミクロン株ね、いろんな株式投資ありますね、オミクロン株。はい、まあ、ちょっとね、コロナの置いときましょうか、コロナあんま触れたくないですね。<laughs> まあ実際に、その、うーん、まあ、いろいろと大変に頑張って仕事をしてる方もいらっしゃいますし、まあ、僕はのほほんとやってますけど、うん。 まあ本当大変だと思いますね。病院で働いてる人が一番。うん。多分、病院で働いてる人が本当大変だと思いますね。うん。でも、そういう人たちがいるからこそ、あのー、あるわけで。だから、これはね、まあ、本当に、なんていう、まあ、僕は、まあ、まあ、あだこうだ発信してるんですけども、 飲食店もそうで、飲食店なんかあんまおすすめしないって言ってるんですけど、飲食店で働く人がいなければ、飲食店行く、行くく焼肉屋も行けないし、寿司屋も行けないし、どこもファミレスも行けないんですよ。誰も働かないからそこで。だから、すごく世の中っていうのは何なんだろうって話で。うん。でもね、まあ、ああの、気づいてるのか気づいてないのかわからないんですけども、まあ、あその、 そこで働いてることが自分の人生で楽しいだったりとか、自分の生きがいだったりとか、自分の人生の,あのすごくいい、えー、ものであるんだったら、それはいいと思うんですよ。ただ僕は物申したいことがあるとするならば、嫌い々やいやでね、嫌い々やいやでそれをやってるんだったら、じゃあこういう方法あるよっていう、こういう生き方もあるよ。 じゃあ、いやいやの人生を30年続けるんですかそれとも、新しい世界に行って自由な生活を手にしたいですかどっちですかっていう話です。どっちでもいいと思います。うん。あ,あなたは、どっちの、なんだろうなあ、生活をしたいですかっていう話ですね。あなたは、今の仕事を心の底から人生で楽しく思えてますかと。何か疑問は感じてませんかというところでございますね。いってらっしゃい。